美味しかったです。ぜひ一度いただきたいです。はい、先ほどもいちご飴がとても人気だったということなのですが、やはり私が行った時もいちご飴は売り切れでしたね。そうなんですか。今日売ってますかね。売ってたらいいですね。ちょっと後で見に行きたいと思います。はい、いや、美味しそうなブースがまだまだたくさんありますが、はい、峰山さんが気になっているブースなどはありますか？私ですか。私でですね、肉巻きおにぎりですね。あ、肉巻きおにぎりですか、はい、私も行きたいです。うん、結構行列ができてるっていう話をよく耳にするんですけども。そうですね。私が行った時も、そのチューを買わないと買えないということだったので、ちょっと諦めちゃったんですけど、はい、いや行列がいっぱいで、ちょっと今日はチャレンジして絶対に食べたいなって思います。そうですね、一緒に行きましょうか。行きましょう。はい、他には何かありますか？他には何でしょうか。でもいろんなブースでいろんなもの売ってるので、もうできれば全部食べたいんですけどね。そうですね。私、今日、昨日油そばも食べたんですよ。はい、油そば初めて食べたんですけど、とても美味しかったですね。ちょっと癖のある風味がするんですけど、なるほど、卵が入っていてまろやかになっていて、とても美味しかったんです。あ、いいな、お腹空いてきちゃいました。お腹空いてきちゃいますね。会場の皆様も、お腹が空いていらっしゃる方はいるのではないでしょうか。きっとたくさんいらっしゃると思います。いや、ぜひ食べていただきたいですね。そうですね。外の屋台以外にも、はい、後ろのブースの方で何か気になるものはありますか？あ、お、来ていただけましたか？来ていただけたようです。では、の方から前の方にどうぞ。ありがとうございます。あ、じゃあ真ん中の方に行った、ね、どうぞ。すみません。では、はい、質問をさせていただくの、いただきます。どこの学科の、どこの学校の何学科でしょうか？あ、はい、川原医療大学校に浜校の医療総合科、医療事務科のブースです。何を販売しているお店ですか？お菓子を使って調剤をしているという分子です。お菓子を使って調剤、具体的にどういうことでしょうか？お薬の代わりにお菓子を使って、何種類か使っていて、はい、処方箋の組み合わせが何パターンかあるんですけど、その処方箋を見て、お菓子を薬袋っていう袋に入れてもらうという体験です。はい、おお、すごい画期的なお菓子で頂戴ですね。とても面白いです。私も後で行こうと思います。ありがとうございます。売れ行きはどうですか？無料でお菓子を配布しているので。無料ですか？はい。すごいですね。絶対に後で行きます。では、商品のおすすめポイントなどはありますか？どれも無料なんで、はい、どれ全部おすすめです。はい、どういうお菓子があるんですか？飴とか、はい、あと一口で食べれるゼリーだとか、やった麺とかを売っています。やった麺、美味しそうですね。でも皆さんが好きなお菓子もこの中にはあるのではないでしょうか。ぜひ皆さんも行ってみてください。では、会場の皆さんに一言をどうぞ。調剤体験無料なので、ぜひ来てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、皆さんありがとうございました。はい、どれも美味しそうなものばかりで、聞いているうちにお腹が空いてきましたね。そうですね。水木さん、はい、早速私たちも食べてみましょう。はい、行きましょう。はい、
さてさて、ここからは私たち声優タレント課のステージです。あ、はい、すいませ ん、ブースの紹介をもうさせていただこうと思います。前の方にどうぞ。階段の方からすいません、ありがとうございま す。真ん中の方にどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは学校名と学科名をお願いします。川原外語観光生活専門学校のパティシエブランディカです。はい、何を販売していらっしゃるお店ですか？今は焼き菓子やその他にもパンなどを販売しております。はい、現在の売れ行きなどはいかがでしょうか？皆さん買っていただいて順調な感じです。よかったですおすすめの商品などは何かありますか？そうですね、結構売れちゃってるんですけど。そうなんですか？パンだったりその他にもクッキーとかもあるので、ぜひ皆さんご賞味ください。はい、ぜひ皆さんも買ってみてください。一番売れてるなって思った商品って何ですかね？そうですね、まず定番のフィナンシェとかサウンドケーキだったり。美味しいですね。はい、パンとかも惣菜系のパンとかがもう売れちゃってしまったんですけど、はい、結構売れ行きが良かったです。うん、はい、ありがとうございました。それでは会場の皆さんに一言最後お願いします。皆さん、まだまだたくさん焼き菓子は残っていますので、皆さんどうぞ買ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。さて、はい、ここからは私たち声優タレント課のステージですね。いよいよですね。はい、見てください、私たちも衣装に着替えて準備 OK です。今からドキドキしちゃいますね。はい、ではステージの準備が完了したようなので、はい、行きましょう。行きたいと思います。はい、はい、声優タレント課のステージ朗読劇、トパーズの追憶、夕日の少女です。どうぞ。どうぞ。ですか？マッチ買いませんか？お姉さん、マッチどうですか？マッチいかがです？綺麗ですよ。お姉さん、マッチいかがですか？買いませんか？マッチ買いません？お姉さん、マッチどうです？久しぶりに仕事を早く切り上げた俺は、駅からの道を歩いて、綺麗ですよ。西日が眩しい。ふとその日の中に逆光となって浮かび上がる人影があった。買いませんか？近づくにつれて姿が明確になっていく。影の正体は少女だった。こんな道端で何をやっているのだろう。ぼんやりとそう思いながらもそのまま通り過ぎようとした。その時だった。ねえおじさん。すれ違いざま少女から声をかけられた。俺は足を止めて振り向いた。間違いなくこちらを見ていることが分かると戸惑いつつもそれに応じた。なんだい？夕日はいかが？夕日？一体何のことかと思った。どういうことかな？すると少女は斜めにかけた革のカバンのファスナーを開け、中から何かを取り出した。これ買わない？私まだ見習いなんだけど。ん？少女が差し出したのはマッチ箱とおぼしきものだった。俺は受け取りまじまじ眺める。箱にはオレンジ色に輝く丸い夕日が描かれている。マッチかい？マッチなど久しく目にしていなかった。それによもや本物のマッチ売りの少女に出会う日が来るなんて夢にも思わなかった。ところが少女は首を振りこんなことを口にした。それはただのマッチじゃないの。夕日を灯せるマッチなの。夕日？
と俺はつぶやく。まあいいわ、試しに体験させてあげる。ちょっと貸して。そう言うと少女は俺から箱を取り上げ蓋を開けた。上から覗くとマッチがたくさん詰まっている。なんだ、やっぱりマッチじゃないか。その言葉には反応せず、少女はそれを一本取り出す。そして蓋を閉じると側面でカシッと吸った。マッチに火はつかなかった。あちゃー、売り子なのに失敗しちゃったか。そう思った直後のことだ。おじさん、ちゃんと見て。手元を見ると少女がマッチを差し出していた。俺はその先端に目をやった。そして妙なことに気がついた。火は全く出ていないにもかかわらず、マッチの先端が眩しいオレンジ色に輝いていたのだ。はい、どうぞ。その不思議なマッチを受け取った瞬間、俺は先端の光に強烈に目を引きつけられた。視線を外すことができず、オレンジ色が視界にどんどん広がっていく。やがて全てが眩しい光で満たされる。気がつくと俺は道に立っていた。しかしそこは先ほどまでの場所ではなかった。一体何が起こったのか。兄ちゃん、はよ。声がして反射的に顔を向ける。少し離れたところに少年が立っていた。手にはグローブをはめていて、ポンポンと手で叩いている。その少年に俺はどこか見覚えがあった。一体誰だろう。刹那、あっと思うと同時に一気に記憶が蘇ってきた。目の前に立っているのは弟だった。それも間違いない、小さい頃の弟だ。意識のピントが急速に周囲の景色に合い始める。ドクンと血が体をめぐった。弟が背にしているのは今は亡き実家の塀だ。左を見やり右を見る。何十年前の景色だろう。懐かしい両隣の家々が当時のままで佇んでいた。何ぼーっとした。弟は塀の前でしゃがむとキャッチャーのようにグローブを構えた。俺は自然に手元を見た。軟式の野球ボールがそこにはあった。次にすべきことは分かっていた。左足を少し引いて振りかぶる。そして弟のグローブに向け力いっぱいボールを投げた。けれど力んで指先が引っかかり大暴投になってしまった。ああという声と同時に塀を越えたボールがドスンと家の壁にぶつかった。そしてそのまま塀の中の金木犀をかき乱しながら消えていく。もう兄ちゃんが取ってきたよ。ごめんって。そう言って俺はなんとなく後ろを向いた。空には見事な夕日があって家々を朱に染めていた。あー、もうすぐ日が沈む。おじさん、おじさん。ハッとすると目の前にはあの少女が立っていた。いつの間にか周囲は元の景色に戻っていて、弟の姿もどこにもない。すべては夢のように消え去って、手元のマッチの先端も輝きを失い黒い塊と化していた。少女は得意げに口を開いた。ね、これでわかったでしょ。今の全部そう、マッチの力。少女は言った。このマッチはね、夕日のように見えるだけじゃないの。人の中にある夕日の思い出にも火を灯せるものなのよ。冗談だとは思わなかった。今の体験が鮮明に残っていたからだ。
それでも俺はこう言っていた。もう一回試させてもらえないかな。少女は少し顔を曇らせた。いいけど、ちゃんと買ってくれる？わかった、買おう、約束するよ。なら、はい。少女は箱から新たなマッチを取り出してカシッと吸った。また先端がオレンジ色に輝き始め、それを片手で受け取った。俺は電車のホームに立っていた。駅名の書かれたプレートが目に留まり、途端に懐かしさがこみ上げてくる。それは社会人になって最初に住んだ駅の一つ隣の駅の名だった。俺はホームを降りると改札を抜け、家の方角へと歩いていく。駅前の商店街は夕方の買い物客でにぎわい見せていた。肉屋には主婦や学生のイベって列ができている。この店の名物のメンチカツを買うためだ。サクッとした衣に熱々の肉汁たっぷりの具。休みの日は長蛇の列ができるほどで、一度食べると病みつきになる。八百屋の店主は女性客と何やら話し込んでいた。魚屋はタイムセールの看板を掲げて呼び込みをしている。この空気に触れたくて、時折俺はわざと一つ隣の駅で電車を降りて家路に着くのだ。路地を曲がって住宅街に入っていくと、次第に人がいなくなる。それに代わり立ち並ぶ家々の中から人の気配が伝わってくる。誰かがハンバーグでも作っているのか、玉ねぎをバターで炒める匂いが漂っている。坂道を登ると今度は長い下り坂が待っている。そのまっすぐ先に鎮座するように大きな大きな夕日が見える。ありがとう。俺はふーっと息を吐いた。目にはまだ夕日が強く焼き付いていた。よくわかったよ。そしてマッチの燃え殻を少女に渡すと、俺はこう申し出た。もしよかったらありったけの夕日をくれないかい。え？少女は目を丸くした。どういうこと？今君が乗っている残りのマッチをすべて買わせてもらいたいんだ。すべてって、全部ってこと？しばらくの間、少女はと混乱した様子を見せていた。やがて理解が追いついたようで、カバンの中から急いでマッチ箱を取り出し始めた。慌てて取り出すものだから山盛りの箱が崩れて地面に落ちた。ごめんなさい、こんなこと初めてだから。まあまあ落ち着いて。笑いながら一緒に拾うと、俺は箱を自分のカバンへと移していった。これで全部だと少女が言うと値段を尋ねた。こんな素敵なものが手に入るならいくら出したって惜しくない、そう思っていたのだけれど、少女が口にしたのは子供のお小遣い程度の額だった。たったのそれだけでいいのか。もっと渡さないと申し訳ないと伝えたが、少女は固辞した。これが決まりだから気にしないで。それになんて言ったって今日は初めて全部売れたんだから。その時だ、少女がそうだと口にした。せっかく記念の日になったからおじさんにいいものを見せてあげる。ああ、まだ練習中で本当はやっちゃダメなんだけど、今日は特別。弾んだ声に俺は尋ねる。
いいもの見てて、とっておきの夕日を見せるから。夕が早いか、少女はまたカバンの中をごそごそやって一つのマッチ箱を取り出した。それは先ほどまでのものとは違って箱全体がオレンジ色に染まっている代物だ。少女はマッチを一本取り出し、カシッと吸った。その先端に強い光が現れたと思った次の瞬間だった。それ！そう言って少女はマッチを空に向かって放り上げた。俺は一瞬空が燃え上がったかと錯覚した。すべては突然現れた灿爛たる夕日のせいだった。空の半分は群青に、もう半分は朱に染まっていた。鱗雲が幾重にも連なってグラデーションに陰影をもたらしていた。圧倒的な夕焼けだった。俺はただ息を呑む。その時だ、少女が突然あと小さな声を上げた。やっちゃった。なんだなんだと少女の視線をたどっていくと、見上げた空の一角が妙なことになっていた。いくつかの雲が黒くなり、煙のようなものが立っていたのだ。妙な匂いも風に乗って流れてきた。どうしよう、強くこすりすぎたんだ。せっかく全部売れたのに。これじゃ後で怒られちゃう。少女は弱々しくつぶやいた。それを聞き俺は悟った。そして少女には悪いなと思いながらも自然と頬が緩んでしまった。なるほど、きっと放り投げたマッチの熱で少女は雲を焦がしてしまったのだろう。雲の焦げた匂いと一緒になって俺の記憶にまた一つ新しい夕日の思い出が加わった。黄色の夕日眺めてたら少し思い出すものがありました。
ご覧いただきありがとうございました。ユーヒールの少女いかがでしたでしょうか。ここからは川原外語観光聖火専門学校声優タレント科1年大沢優香と同じく声優タレント科1年の今井海優が MC を担当させていただきます。よろしくお願いします。先ほど私たち声優タレント館のステージが終わりましたが、やってみていかがでしたでしょうか。はい、とても緊張しましたが楽しくできました。優香さんはどうですか。私は初めてのことだらけで戸惑いもとても多かったんですけど、自分たちで演出を考えてより良いものを作ろうとみんなで頑張ってきました。無事終わることができて良かったです。そうですね。そして午後からのステージは川原外語観光聖火専門学校ブライダルホテル科の皆さんによるブライダルショー、そして学園祭学生実行委員会の皆様によるテンカラーズになります。ブライダルホテル科のステージは童話の世界がモチーフとなっており、今回は5つの童話をテーマにしたそうです。ブライダルホテル科が作成したオリジナルストーリーになっていますので、違ったストーリー展開も予想しながらお楽しみください。お気に入りの動画を見つけてみるのもいいかもしれませんね。最後までぜひご覧ください。何かいいものがもらえるかもしれませんよ。ブライダルホテル科のステージが終わりますと、午後最後のステージ学園祭学生実行委員会によるテンカラーズが始まります。学生実行委員会がステージを企画&運営し、10校それぞれの特色を生かしたファッション&パフォーマンス、学校の魅力を自分たちで表現し、それぞれの特技や個性を持ち寄って学校ごとで競います。なりたかった自分になるのに遅すぎるということは決してありません。一世一代の瞬間を見逃さないようにご覧ください。それでは午前のステージは以上になります。25分の換気の後12時40分から本日の後半のステージがスタートします。皆さん熱中症感染症に気をつけながらお待ちください。
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。ではただいまより25分の換気となります。また12時40分にここでお会いしましょう。以上、声優タレント界1年大沢優香と、同じく声優タレント界1年の今井海優がお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。